あ、あの深くもそうなんですやっぱそうっしょ。
まあ、あのどうしてもこのコロナがあってですね、大がかりな、できませんけれども、ぜひ皆さん、一口1万円ですので、ちょっと高いかもしれませんが、1万円に入りづらい方には、10円ぐらいで残して、そして次の世代にも持っていきたいなと思います。美しい桜を、満開にして、そして2025本、今ちょっと暗い話題も多いですけれども、上を向いて、元気になれるようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。万博の桜2025、大変おめでとうございます。万博担当大臣の井上真嗣でございます。安藤実行委員長をはじめとして実行委員会の皆様、また関係者の皆様方でこういった素晴らしい取り組みをしていただきました。やはり地元大阪の皆さん、そして国民の皆さん、お一人お一人が桜に思いを託して万博を待ち望んでいく、機運を醸成していただく、みんなで作り上げていく万博だ、これが本当に私はいいことだと思います。実は私も今日お招きいただきましたんでね、昨日慌てて寄付で振り込んでおきましたんで、何時振り込んだかはないとですけれども、ぜひ皆さんもご協力をいただければと思います。おめでとうございます。
私がどうぞと申し上げましたら、桜に水をおかけいただくようお願いいたします。それではどうぞ。それでは続きまして記念プレートの除幕を行いたいと思います。安藤院長は記念プレートのそばまでご移動ください。また主催者の皆様、プレート付近までお近づきください。それでは安藤院長と宝塚歌劇団花組の清野飛鳥様に除幕をお願いしたいと存じます。私がどうぞと申し上げましたら、手にされた紐を引いていただきますようお願いいたします。どうぞ。ありがとうございます。ご移動がお済みのようですので、ただいまから記念撮影を行います。